はい、こんにちは、たかしでございます。本日もゆるゆるとお散歩をしていきたいと思います。今日はね、富士山の GFX100 をね、返却前に滑り込みでちょっとお散歩をしたいと思います。なので場所はこんな感じなんですけれども、ちょっとね、自然の感じなんかを撮って、この海潮の豊かさっていうのをね、見ていけるといいんじゃないのかなと思います。ではどんどん撮っていきましょう。時間ないです。では、よし、ではね、ここ撮っていきたいと思います。なんかね、影が真ん中で入ってるんですけど、そのラインに合わせて紫と白が切り替わってるみたいなところがあるので、あそこをメインに撮りたいと思うのと、真ん中にね、ちょっと梅雨というか水があるところがあるので、その辺にオートフォーカスを合わせて撮っていきたいと思います。次行きます。はい、次はね、この葉っぱ、なんかね、すごい模様が綺麗なんですけれども、この辺の、ね、光の入り方っていうのが絶妙にいいので、この辺を中心に撮っていきたいと思います。絞りは4ぐらいを使って撮れればなと思ってます。いきます。よし、行きましょう。なんか綺麗なお花とか、せっかくなんで咲いてるといいんですけど、何これ、アジサイ？なんか不思議なお花ですね。面白い、ちょっと撮りたいな。これにしよっかな。結構ね、この最短撮影距離が長いようなので、あんま寄れないんですよね。はい、次はね、こんな感じでセミの抜け殻があるので、これも取っておきましょう。この逆光でね、きらめいてる感じがうまく取れるかな。取ってみます。あ、最高かも。なんか富士っていいですね。取って出しですごく満足のいく、この自然の絵を撮ることができるんじゃないかなと思いますね。やっぱ緑が綺麗なんですよ。じゃあ次行きます。ちょっとね、重たいんですけどね。はい、はい、というわけでね、このヒガンバナ、富士のカラークロームエフェクトっていうね、色をすごく綺麗にするための、特に赤をね、綺麗にするためのこうフィルターみたいなのがあるんですけど、それをね、オンにして撮ってみました。色の感じね、すごくわかるんじゃないのかなと思います。じゃあちょっと他の花も見てみましょう。ちょっとこのカラークローム、カラークロームエフェクト、すごくね、面白い機能だと思うんで、僕はね、使っていきたいと思います。今後ね、これをオンにしてます。
暑い。日がいないのがきついな。こう撮るか。綺麗だね、アガバン。こうなんかつぼみの状態もすごい可愛いよね。なんか虫みたいだねこれ。よし、行こう。はい、というわけでね、今日は富士フィルム GFX100 とね、GF の 110mm ということで、この組み合わせでね、おシャンプーをしてみました。やっぱね、おシャンプーはズームの方がいいんですけど、このね、中盤はやっぱり自然を撮るとね、めちゃめちゃ楽しくなりそうですね。人物描写とかってなると、またね、シャープネスの問題とかいろいろ出てくるんですけど、こう自然を撮る分には純粋にね、この色の豊かさとか階調の豊かさっていうのが大事になってくるんじゃないかなと思うんで、そういう意味ではね、この中盤は楽しいですね。まあ、ただね、めちゃめちゃ重いんで、この夏の時期とかはね、大変かもしれないですね。はい。まあ、ただね、本当にいいカメラ、使ってて楽しいカメラなんじゃないかなと思います。はい。というわけでね、本日のゆるフォト以上になります。皆様ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンをいただけると嬉しいかなと思っております。もう悲しいんですが、レンタルしていた GFX100 は返却いたします。欲しいな。では皆様、良いカメラライフを。